DVI Mac は1998年8月15日に発売されたパーソナルコンピュータ及びマッキントッシュのディスプレイ一体型デスクトップ機のシリーズに付けられた名称。デザインや内部アーキテクチャは当初のものから大きく変化しているが2017年時点でもディスプレイ一体型デスクトップ機として販売されておりノートタイプの MacBook と共に アップル社の主軸をなす商品である。スティーブ・ジョブズが1997年9月16日にアイソとして復帰した後のアップル社は、iMac 発売後、iBook、iPod、iPhone、iPad を発売しており、iMac は同社のイを関する製品のラインナップの源流に位置づけられる。ギル・アメリオ CEO の下で開発が始まったとされているが、デザインの責任者、 ジョナサン・アイブによると開発当初からスティーブ・ジョブズが主導した製品であり、ラディカルなデザインの iMac はパソコンの歴史においてエポックメイキングなものとなった。開発はアップル社内のごく限られた人数で構成されたチームにより極秘裏に進められ、1998年5月6日に行われたジョブズによる発表会で初めて iMac の存在を知った社員がほとんどであった。 iMac G3 に付属していたマウス15インチ CRT を装備した一体型のケース、キーボード、マウス、果ては電源ケーブル、付属のモジュラーケーブルに至るまで半透明で統一された斬新なデザインやボンダイブルーと呼ばれた印象的なカラー、1億ドルを超える大規模マーケティングキャンペーンが展開されたこと、17万8000円という、 低価格が広く受け入れられ、4ヶ月で80万台出荷というヒット商品となり、それまで経営危機器が囁かれていたアップルの復活を強く印象づけた。従来のパソコンのイメージを覆す大胆なデザインは、その後の半透明、グッズブームの発端となった。初代の iMac は、アップルがレガシーデバイスと考えたものを廃止。 USB を全面的に採用するという斬新な仕様で発売された。iMac が USB を全面採用したことで、USB を採用した周辺機器が次々に発売され、USB の普及が加速的に進んだ。なお、ディスプレイ内蔵のオールインワンタイプパソコンは、マッキントッシュ 128K から始まった。 マッキントッシュの原点とも言うべきものであるが、マッキントッシュ2以降の上位機種にはモジュラー型が採用されたため、一体型は廉価版と位置づけられるようになり、長らく地味な存在であった。しかし iMac シリーズには従来のパソコンにはないインテリア性があり、しかも初代 iMac は上位機種 DT シリーズと同じ CPU を採用しており、従来の一体型マッキントッシュとは一線を画す。 ものであった。iMac は当時の急速なインターネットの普及という追い風を受け、一般家庭向けのネット端末というニーズにあった製品として大いに売り上げを伸ばした。同シリーズは1998年10月のマイナーチェンジの後、1999年1月にはボディカラー5色化、さらに同年秋のモデルチェンジでは一見初代 iMac に似ているものの、 冷却ファンが廃止され、簡単にメモリや EMAC カードの増設ができるようになるなど、従来よりブラッシュアップされたものであった。2002年には液晶ディスプレイ一体型にフルモデルチェンジ、CPU にもパワー PCG4 が搭載された。なお初期型のブラウン管を搭載したシルエットは、液晶ディスプレイ採用で価格が押し上がったために開いた、価格帯を埋める EMAC に継承されていったが、 2005年には販売終了した。2004年には PowerPC G5 を搭載した iMac G5 となり、液晶ディスプレイにパソコンが内蔵されたような薄型のデザインになった。2006年には CPU がインテルの CoreDUO に変更された。インテル CPU への切り替え後は、他社の同レベルのディスプレイ一体型デスクトップ機に比較して高い価格競争力を持ち、 アップルの主軸商品として成長の原動力になっているという。iMac そのものは当初のものと現行のものでは外観及び内部のデザインや設計が大きく変貌しているが、ディスプレイ一体型のデスクトップ機という商品コンセプトは発売当初から一貫して守られている一方で、商品の位置づけは多種展開により家庭用プロ向けと幅広く変化している。 それまで市場で販売されていたデスクトップ型のパーソナルコンピュータは機能の優先や拡張性の確保のため箱型の筐体をしたものが多かった。これは p c a t 互換機に限らず Apple の製品でも同じで iMac 発売当時に並販されていたパワーマッキントッシュ G3DT MT も箱型のデザインであった。また筐体色に関しても アイボリーやブラックといったものが多かったが、一方で1997年に発売を開始したソニーのパーソナルコンピュータバイオにおいてバイオレットが用いられバイオカラーと呼ばれるなどパーソナルコンピュータのデザインや色が着目され始めた時期でもあった。iMac が発表された際には白と半透明のブルーを使った色、箱型を脱して曲線を多用した形、 また当時コンピュータを買う目的の一つであったインターネットへ接続するまでの購入時、後のユーザーの煩雑さ低減に効果のあったディスプレイやキーボード、マウス、モデムといった周辺機器の内蔵もしくは付属によって製品を箱から出して付属のコード数本をつなぎ、電源を入れた後に通信契約を行えばインターネットへ簡単につなげることができるシンプルさが着目され、 メディアでは斬新なデザインと評された。iMac G3 シリーズに展開されたカラーバリエーションボーンダイブルー一色で販売を開始した iMac G3 はその後キャンディーカラーと呼ばれる多色展開を行った。人気色が品薄になる一方で不人気色は不良在庫になったりもした。筐体の素材にはポリカーボネートが主に使用された。 2002年の iMac G4 発売に合わせて白を基調としたデザインに変更。2007年8月に発売となった iMac からはシルバーへと変更された。発売当初の CRT を搭載した iMac は、筐体デザインに配慮した変形五角形の専用品を使用している。この初代 iMac のデザインは日本国内で1998年度。 グッドデザイン賞の家庭用メディア部門にて同賞を受賞している。2002年の iMac G4 発売に伴い製品全体の大幅なデザイン変更が実施された。ディスプレイは液晶となり半球状の本体から伸びた可動式アームの先にディスプレイが取り付けられた。それまでの CRT 型のデザインコンセプトは EMac のシルエットに引き継がれた。 2004年発売の iMac G5 で液晶一体型で薄型のデザインにモデルチェンジしている。この他にも発売当初から最新のモデルまで本体表面や内部のパーツ及び構造、付属品、ソフトウェアなど数多くのマイナーチェンジが都度施されている。iMac の色の特徴であるトランスルーセントのデザインコンセプトはコンピュータ業界のみならず、 家電業界や文具等のデザインにも影響を与えた。この流れの中で、フューチャーパワー社の e パワーや e マシーンズ社のエオネ、ソーテック社の e1 など iMac のコンセプトを大きく取り入れたデスクトップ型パーソナルコンピュータが出回った。アップルは、一生権の保護を求めて提訴し、裁判所から製造と販売の差し止め命令が下されたり、あるいは和解の後に、 iMac で使われたカラー以外への切り替えが行われた。1999年に Apple は同じコンセプトのノート型パソコン iBook を発表する。その後も iTunes、iPod、iPhone など Apple の製品やサービスに i を付けたものが続いた。トレイローディング方式の CD-ROM ドライブを持つ初期のシリーズ。RevA、RevB、RevC、 レブ D の4種類がある。iMac 233MHz。編集このシリーズのレブ A と B のみ、全面左スピーカー横に、イルダを持つ。また、公式に Apple は発表していないが、内部に、通称メザニンスロットという拡張スロットを持つ。サードパーティー製の拡張カードにより、スカジーやファイ r ーワイヤーの拡張ができた。ロジックボードの設計は、 当時最新のパワーマッキントッシュ G3DT MT が採用するゴズマールアーキテクチャをベースにしたものを採用しており、ローエンドながら十分な処理能力を発揮できた。1998年グッドデザイン賞受賞。iMac 233MHz 編集レブ A の発売からわずか2ヶ月での登場で、ベレムが 6MB にバンドルソフトの変更。 グラフィックチップが a t i レー時プロへ OS が8.1から8.5へと変更された。またメザニンスロットは廃止された。レブ A も同価格でしばらく併売されている時期があった。しかし外観、外箱等もレブ A、レブ B ともに同じであった。iMac 266MHz、編集背面色のカラーラインナップがキャンディーカラーの5色になった。 1999年度グッドデザイン賞金賞受賞 iMac333MHz 編集レブ c のマイナーチェンジ版 iMac1999 年10月5日に発表された iMac は通称 iMacDV 系またはスロットローディングと呼ばれる外観的には透明度の高い艶やかな半透明ボディが特徴で スロットローディングタイプの CD r o m になった。デスクトップパソコンとしては、マッキントッシュプラスまでの初期型マッキントッシュ以来となる、完全、ファンデスの設計で、ハーマンカードンの高音質ステレオスピーカーが標準搭載された。一部の回帰種を除き、ファイアーワイヤーが標準搭載された。ロジックボードの設計は、グラフィック回路を内部的にそれまでの、 PCI 接続から AGP 接続する PowerMac G4 ベースのものになり、コンピュータとしての設計は、以前のものと比べ一世代新しいものに、刷新されている。この iMac から CPU は、ロジックボードに近づきになりレ e v d までのように、サードパーティーでの CPU アップグレードカードなどでの CPU の交換はできなくなった。iMac、編集 iMac。 編集グラファイトカラーの成功を受け、渋く落ち着いたトーンの半透明ポリカーボネートと無色のクリア素材を組み合わせ、透明感を強調したデザインとなった。キーボードは大型化し、パワーオンキー機能が取り払われた Apple Pro キーボードが付属、業界に先駆けて高額式マウス、Apple Pro マウスも付属していた。iMac 編集2001年2月のモデルチェンジは、 前代未聞の柄付きモデルが追加された。フラワーパワーは花柄、ブルーダルメシアンは水玉模様である。ユーザーの声を受け、高額ドライブを DVD ロムドライブから CD、RW ドライブに変更した。また、回帰種以外では CPU に二次キャッシュを内蔵した、パワー PC750 クックスを新たに採用した。iMac 編集2001年7月にモデルチェンジ。 2002年1月にマクワールドコンファレンスエキスポサンフランシスコ2002で発表された iMac はそれまでとは全く異なるデザインでモデルチェンジされた半球型の本体から可動アームが伸びその先に液晶ディスプレイが接続されたオールインワンパソコンこの可動アームによって液晶ディスプレイを自由な角度に調整することができるスティーブ・ジョブズはこの iMac を サンフラワーのようだと呼んだ。音質を重視した全モデルのコンセプトを引き継ぎ、本体にはデジタルアンプとモノラルスピーカーを内蔵、デジタル接続のステレオスピーカーが付属する。発表当初は15インチディスプレイ搭載モデルのみであったが2002年に17インチワイドディスプレイ、2003年には20インチワイドディスプレイを搭載したモデルがラインナップに追加された。iMac 編集 iMac、編集 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 iMacG5、編集2004年8月31日に、液晶一体型で、薄型の本体となった17インチにモデル、並びに20インチ1モデルの i m a c g 5合計3モデルを発表した。CPU には、PowerPC970 の 1.6GHz、1 8ヘルツ、GPU には、 g ー o r c e 5 2 0 0ウルトラが採用された。一見、ディスプレイに見える筐体は、一つのアルミ製のスタンドで、支えられており、筐体の角度をマイナス5度から25度まで傾ける、ことができる。17インチ、1.6GHz、編集17インチ、1.8GHz、編集20インチ、1.8GHz、編集、iMac G5、 編集2005年5月3日に CPU を 1.8GHz、2.0GHz、GPU を Radion 9600搭載へと性能をアップした iMac G5 シリーズを発表。17インチ、1.8GHz、編集17インチ、2.0GHz、編集20インチ、2.0GHz、編集 iMac G5、 編集2005年10月12日にアーキテクチャを PCI Express DDR にスタラムベースに一新し、iSight を内蔵した iMac G5 シリーズを発表。筐体の構造と内部設計を全面変更し、冷却性能が大幅に改善された。これが iMac シリーズ最後のパワー PC 搭載機になり、その後外見を全く変えずに、 インテルの CPU を搭載した iMac の誕生となる iMac を参照 iMac を参照ありがとうございます。